けに来たよ。歌姫泣いてる。歌姫の通ったたが崩れるぞ。いや、そっか。糸は簡単に切れない。どうする？折れた刀身で、あの子の首が糸より硬い場合、なぜ善一が。サンドバッグになるつもりはありませんよ、ヴィランだ。僕がみんなを守らなきゃ。ゴム。そこから小僧を笑った中だ。一度は許す、二度はない。助けに来たよ。糸は簡単に。久しぶり。おお、マジ元気ピンピンだよ。だが死に際で掴んだ重力の確信。お前の腹をチョンパしなかったことと、頭をぶっ刺すのにあの重力。そうだな、そうかもな。仮想の質量を押し出す。挙式紫。ないのか。隊員同士でいたずらに刀を抜くのはご法度だからだ。どうする。折れた刀身で、あの子の首が糸より硬い場合、善一が刀を抜かないかわからないのか。隊員同士でいたずらに刀を抜くのはご法度だからだ。それをお前は一方的に痛めつけていて楽しいのか。卑劣極まりない。いえ、できるようになったら。なんだかいつも怒ってる匂いがしていた。
どうする、折れた刀身で。刀身で、あの子の首が糸より硬い場合、なぜ善逸が刀を抜かないかわからないのか。隊員同士でいたずらに刀を抜くのは後半だ。歌姫泣いてる。歌姫の通ったたが崩れるぞ。いや、そっくりだなと。オッケー、君はどう任せる。どうする、折れた刀身で。だが死に際で掴んだ。バックになるつもりはありませんよ、ヴィランだ。僕がみんなを守らなきゃ。ゴムの個性すなーす。助けに来たよ。腹の底から小僧を笑った中だ。一度は許す。折れた刀身で、あの子の首が糸より硬い場合、泣いてる。歌姫の通ったたが崩れるぞ。どうする、久しぶり。